2回目の、次は初めての、いやー緊張しますね。そういう時ってね、ちょっとドキドキします。その新しい曲は空の旅をイメージして書きました。なので、今日ライブで聴いていただいたのはちょっとドライブソングとか JR 九州の CM ソングに使っていただいた列車の曲、そして次は最近できた空の旅の曲です。いろんなところに行ける、そんな世の中がずっと続いてほしいですね。本当にそう思います。それでは聴いてください。サンセットフライト。
私の最近できた曲、サンセットフライト、聴いていただきました。